はい、どうもアンドゥです。今回なんですけども、お家でドーナツ食べ放題ということで、今回はこちらのキングドーナツ2種類と第一パンのチョコリングドーナツを食べていこうと思います。いただきます。はい、ということでここからはテレコでね喋っていきます。今回はドーナツを18個合計で食べていくんですけど、丸中製菓のキングドーナツを今回はレモンとロカボを6個入り1袋ずつ食べていきます。まずレモンなんですけど、人気商品のキングドーナツにシチリア産レモン果汁を加えてさっぱり食べやすくした4月から8月限定の商品となっています。続いてロカボの紹介をしていきます。糖質を気にされている方にも美味しくドーナツを食べていただけるように、糖質量はキングドーナツ1個あたりと比べて 50% オフに抑えながらも口どけの良さが特徴のケーキドーナツとなっています。脂質自体はレモンと比べると1個あたり 1.2g ほど少ないだけなんですけど、カロリー自体は1個あたり 109kcal とかなりね抑えられています。そして続いてはこちら第一パンからチョコリングドーナツの2個入りを食べていきます。今回は2個入りのやつを3袋用意しました。こちらはプレーンのドーナツにチョコをかけたタイプでして、チョコリングドーナツの他にもダブルチョコリングドーナツも販売されていると思います。以前にも食べたことあるんですけど、このチョコリングドーナツは安くてコスパがいいなというのはやっぱり食べていて感じました。ただちょっと固めな食感なので顎はかなり使うかなという印象です。生地自体はシンプルなタイプの味でして、そこにチョコが少しコーティングされているかなっていうところなので、小さめのサイズではなく大きめのサイズかつ少しコスパよく食べてみたいという方にとっては相性がいいのではないかなというのは思います。第一パンのチョコリングドーナツを2個食べてから再びで丸中製菓のキングドーナツを食べていくんですけど、おそらくレモンロカボーレモンロカボーみたいな感じで交互に食べていってると思います。ドーナツ自体は1個あたりのカロリー自体はそんなに小ぶりなので多くはないんですけど、ただちょっとショートニングっていうところもありまして、油感は少しあるかなというところです。レモンの方はほんのりレモンが香る優しいタイプでして、生地自体もしっとりしていますし、レモン果汁が入っているのでさっぱりとした味わいになっています。レモンやロカボの他にもパッケージ自体は違うんですけど、バレンシアオレンジドーナツっていうやつも販売されていましたね。そしてここからはね、チョコリングドーナツを再び食べていくんですけど、ここでマーマレードとシナモンかけて食べていたんですけど、やっぱりマーマレードとシナモンがめちゃくちゃ合いますね。チョコとかドーナツ系は基本的にはマーマレードとかシナモン系で少しよりさっぱりしたりとかスパイシーになって食べやすくなります。ただこれみたいにマーマレードが落下してしまうことがドーナツが空洞な分たまに起こり得るので、そこはちょっと注意してもらえればなと思うんですけど、ドーナツによってもしっとり柔らかい系のタイプもあれば今みたいにちょっと固めなタイプもあるので、ソフト系やハード系によって食べ方を変えてみるっていうのも一つかなと思います。そして再びキングドーナツを食べていくので、ここから折り返し中盤から後半戦といったところでしょうか。ドーナツを淡々と食べていくんですけど、小ぶりなので、食べやすいって言っちゃ食べやすいかなとは思います。別に今食べているみたいに一袋一気に食べる必要ももちろんないので、キングドーナツに関しては賞味期限も比較的長い方だったと思うので、別に1個ずつおやつ代わりとして奥様とかも食べていけばいいかなとは思います。ドーナツのチェーン店といえば、僕的にはミスタードーナツとクリスピークリームドーナツが浮かぶんですけど、東京とかだったらもっとあるのかな、わからないんですけど、食べる頻度としてはミスタードーナツの方がまだ多いかなっていうところですね。クリスピークリームドーナツも今年初めて食べたぐらいなので、でもどちらもやっぱり美味しいですよね。そしてここからはチョコリングドーナツに入っていきます。第3陣ということなのでラスト2個になりますね。チョコリングドーナツもやっぱりコスパ自体はいいので、食べ放題みたいな感じで家でセルフ食べ放題みたいな感じでやるときは、こういうチョコリングドーナツ2個入りのやつはいいかなとは思います。そしてこちらがラスト1個のチョコリングドーナツになりますね。結構ハードタイプなので顎は疲れるので、少なめに見積もってやっぱり2個入りのやつを1袋がちょうどいいかなとは思います。今は第一パン以外にも山崎製パンも結構いろんなドーナツを販売されているので、ドーナツがね、ミスタードーナツみたいなタイプのドーナツがいろんなメーカーで模倣されるって言ったらあれですけど、見られるようにはなりましたね。そして気づいたら残りあっという間にラスト2個からのラスト1個になっていましたね。今回はドーナツ合計で18個食べまして、カロリーは3000キロカロリー手前ぐらいです。で重量自体は 600g ちょっとぐらいなので、そんなに重くはないかなというところですけど、無事に完食しました。本日もご視聴いただきありがとうございます。では次の動画でお会いしましょう。アンヌでした。バイバーイ。